どうも、酒は二十歳になってかまさやです。こんばんは。2024年7月の28日日曜日でございます。昨日はね、味覚障害ありましたけども、徐々に良くなってきております。今朝コーヒー飲んだらほんのり香りしましたからね、もうすぐ治るんではないかと思っております。はい、今日はですね、スーパードライドライクリスタル 3.5% ですね。昨日久々飲んだね、あのマイナス196ダブルレモン、苦味しかしないやつ、かなり効きましたね。まあ久々お酒を飲んだっていうのもあるんですが、はい、ということでね、今日はビールです。外めちゃくちゃ暑いです。はい、飲んでおります。ビール飲んでるって感じがするわ。ほんのり麦芽の香りが抜けた。いいですね、やっぱ味がするっていうのは、身に染みます。ありがとうございます。ということで今日も行きましょうね。回復したんで動画撮っていきましょう。卒度納品第三国志でございます。まあ、最近まともなこと喋ってないんですけど、もうほぼ雑談動画なんですけども、今日はそろそろね、まともにちゃんと内容についてね、語っていきたいと思います。今日は昨日話しましたけどね、南蛮ギャング、南蛮ギャングを徹底深掘りしていきたいと思います。はい、昨日ぐらいから本格導入して、今ちょっと押せ押せどんどんなので、なかなか戦えてない部分もあるんですけれども、かなり調子いいということで、これはね、夢があるんじゃないか、ロマンがあるんじゃないかということで、より強固にするためにね、皆さんの知恵も借りながらというところでね、今の舞台編成、まあ戦歴を見ながらちょっと語っていきたいと思います。南蛮ギャングです。編成はですね、祝夫人、六国大王、猛角でございます。進化度が 1-3 のフルレッドですね。前期猛角がフルレッドになったんで、まあ、それもちょっと使ってみようかなっていうのと、まあ、祝勇夫人がね、まあ、強化されたっていうところ、あと大王、やっぱり最近採用率が非常に上がってますね、大王。この3つを組み合わせれば、まあ、強いんじゃないかというか、はい、まあ、こういうね、舞台があるということで紹介されてたんで、まあ、今期やるしかねえということでね、南蛮ギャング使っております。他にはね、誰もいません、使ってる人今んとこね。はい、というところで、まずね、布陣を見てみますね。はい、こんな感じです。祝勇夫人が先空突撃、三軍正室ですね。大王が魚、小判でいいのかな、小判読むのかな。で、猛角が半径の策、類実という形で、レベルも全然まだ上がってないんですけど、こんな感じです。この先駆三軍、小判、この3点セットね、たまに見ますね。ちょっと前でしたら、新兵大将の各所ね、各所のあの新兵大将、順一区各所曹操かな。はい、この3点セット使ってるのがありましたけど、まあ、先駆はね、連撃プラス攻撃力アップ。3ターンね、連撃、先行効果も取る。で、三軍正室。これが、マックス 90% ですね。90% 分配状態。通常攻撃途中付近に敵のダメージを与える。70% です。で、魚はもちろんね、2ターン攻撃。で、こちら、小判。騎兵の地落がアップですね。プラス、歩兵の通常攻撃で与えるダメージ、47%。マックスが50%です。で、半径で有用状態、蓄戦法です。まあ、類似。ここもともと空城ですね。空城ですけど、類似余ってるんで、類似もまあ、弱いってことはないでしょうということで、類似つけてます。まあ、コンセプトとしては、まあ、布陣でぶん殴るんですね。バフかけてぶん殴る。まあ、先駆と、先駆の連撃、プラス語彙力アップ。で、小判の通常攻撃アップ。そして、南蛮強襲でございます。ここはまあ2分1なんですよね。猛角が自身と味方単体なので、必ずしも夫人にかかるとは限らない。大王にかかるかもしれない。でも大王式戦法無効だから、造兵にしてるから、かかんないんですけど。はい、全体回復ですね。まあ、回避無視が使ってるのがでかい。
まあ、ここら辺でバフかけて藤井で殴る、とにかく殴る。で大王で、まあ、魚、大王全速ぶりですので、速度ぶりなので早く相手を動いて、魚で、相手をコントロールすると。で序盤やっぱきついんですよね。これ序盤きついので半径でダメージを抑えて、まあ、類似で前衛、目標で守るという形でございます。で、高級衛種はもちろんね、万兵、造兵、万兵でございます、はい。でこれで猛角のナンバー教師の回復も効果も受けるというところです。で造兵はまあ指揮戦法を受けないんでね、関係の策とか、ああいうの受けないんでね。まあ、序盤から、魚が発動したらいいなという感じです。で、高級兵種ですね。金銭理事にしてます。あ、金銭はどうかな、守る方に特化してもいいかもしれませんけど、まあでもね、殴りたいんで。まあ、金銭、理事はまあ必須ですね。66アップになります、こういうのね。大王出航出機です。序盤ダメージを抑えて先行する。で、大王じゃなかった猛角が、勇気、美人ですね。猛角もね、獣神に回避虫攻撃つくので、もうダメージ自体結構出る、1000とか出るとき出るので、1回の通常攻撃。馬鹿にならん。ということでございます。はい。で、宝物です。宝物がこそですね。夫人がこそついてます。これ、なんか攻撃より必須ですね。まあ、分配あるんでね。これ絶対ですね、はい、攻撃力アップ、速度アップ、追撃アップ、そして攻撃距離1、まあ、これが重要、攻撃力1が重要ですね。大王は、まあ、速度やっぱ早く動きたいという分だけで速度のレードがついてるね。この急下線にしてます。これで22、速度上昇ですね。まあ、火ダメ、火力系ダメージもちょっとだけ軽減してくれる。で、猛角が大将です。大将。大将となっております。まあ、空上でも良さそうですけどね。はい。まあ、こんな感じです。で、ここ最近は、昨日もちょっと見せましたけどね、特に狙っていくのは、攻めてみますけど、これですね。神兵大将。神兵大将隊をまあ狙っていきたいというのが僕の、まあ、コンセプトかなというところでございます。これ前期さ、炎章、理寿、ヨモのフルレッドとかって本当序盤さ、これぐらいの兵力だと何にもできなかったんですよ。何にもできなかったのをこれぶち抜いていく、まあ、3000兵力高いとはいえフルレッド級炎章を、ね、ぶん殴れるっていうのは、まあ、非常に魅力的だなと思いまして、まあ、この戦略を見ながらね、この舞台の特徴についてちょっと語っていきたいと思います。相手が炎章、李従、両門で、夫人がですね、止水管撃成出ました。止水管欲しい。 しかも止水管でマックスまで上げてますね。これ覚醒して、で新兵天大将半径カーチでございます。で闘争英雄がついてる、もう強いですね、十分強い。いや、ともから、はい、はい、これをボコしていったということで、はい、見ていきましょう。まずね、指揮戦法の打ち合いというところは結構重要です。これ、まあ、運ゲーになるんですけど、うん、指揮戦法の打ち合いね、見ていきましょう。はい。こっからですね、こっからですね。まず、受動はまあ OK。指揮戦法。はい、ね、初案です。まあ、これはいい。はい、まあ、大王はね、影響を受けません。で、猛角と夫人ですね、歩兵ですので、まあ、万兵はね、歩兵あったかな。ですので、44%、通常攻撃、増加する、OK ですね。新兵転向でございます。新兵転向、理事の新兵転向ですけども、これは、一体は、大王に当たってほしいとか、見事当たってます。で、造兵のため、式戦法の影響を受けない。で、夫人か猛火か、まあ、夫人抜かれたらね、負けちゃうので、ちょっと、まあ、夫人より大王の方がいいかなっていうのは、まあ、しょうがない、ここはね。
63% 被ダメージアップ、やべえっす。対象が 63% アップ。炎症にかかってると、炎症量も、でもこれ、まあ、どこも強いからね、3アタッカーみたいなのもどこにかかっても強い。まあ、炎症が一番ダメージ出ると思うけど、まあ、これはしょうがない。それで、先駆突撃発動です。で、白衣とこう来ました、白衣とこう来ましたよ。はい。疾病転向マックスかかってる両毛ですね。両毛宿友にかかりましたね。まあ、宿友がやばいと。で、大王にかかってます。これ OK、大王にかかってる。大王は無効。まあ、これが強いね、やっぱね。うん。大王の強さ、これやばいです。対両毛に対して明確です。白衣とこうかかりました。で、半径の策。まあ、半径はね、まあ、関係ないです。基本は、手動戦法は魚しか積んでませんが、大王は造兵なので半径もかかりませんので OK でございます。半径の策意味なしで、ここですね、猛角の南蛮強襲ですね。これが婦人にかかってほしいけど残念なのが外しましたと。大王に当たって式戦法の影響を受けない、はい、大王の物理警告ダメージが 51% とか、ここにね夫人が兄に当たってくれればだいぶ優位かなっていうところなんですけど、まあ、しょうがないです。これはね。で、猛角の半径が、リョモとリジュ。まあ、炎症に当たってほしかったけど。まあ、しょうがないか。まあ、しょうがない。まあ、しょうがない。まあ、式戦法の打ち合いも、ちょっと、私は不満。不満な式戦法の打ち合いでございましたけど、まあ、しょうがないというところで、ここは確率だからね。まあ1段目です。順番が大王から、まあいいですね。相手はまあ弓なんでね、はい。大王が1番に動けるということとなっております。大王。まあ、大王はまず、まあ、魚準備入ってほしいですね。34% まだレベルマックスじゃないんですけど、準備開始。まあ、最高です。最高最高。鉄壁。鉄壁ね。鉄壁軍略やね。これ重要っすよね。結構ね、動作耐えるか。鉄壁の回避一発分はまだいいにしろ、ね、軍略へのね、動作結構重要ですよね。まあ、魚返しありがとうということで、はい。分配状態、ちょろっとダメージあって。で、次が第2巻で、リジュですね。リジュです。リジュは猛角の半径の策が当たっておりますので、何もできません。はい。で、炎症来ました。さあ、炎症がこれ1ターン目ちょっと下振れなんですね、相手。よかったよかった。激性の効果を実行。激性効果発動せず、発動せず。で、固有も発動せず。止水管のみ発動ですね。止水管のみ発動ですが、類日回避状態ということですね。どういう効果不要。OK、OK。感じですね。はい。通常攻撃908も食らってるからでげえですね。でげえ。でげえな、やっぱ心平対象。はい、次です。夫人です。来ました、夫人。夫人は、はい、白衣とこう、食らっております。はい。固有は発動して1091ね、両毛にダメージ当たりましたが、それだけでございます。はい。やっぱきついんですよね。うん、行動完了。まずいっす。両毛です。両毛半径の策で有用状態でございます。はい。類日。猛角です。猛角。はい、出ました。止水管の動揺効果1367。デゲー。回避無視攻撃ですね。当たるダメージ 113% 情報で。1069減少。まあ、でかいですね。バカにならない。猛角の通常攻撃もバカになりません。2ターン目です。まあ、ここまでは、まあ、どっこいどっこい。魚発動。でかいっす。これでゲース。炎症両毛は混乱状態。心平対象体はね、やっぱね、脆いので、こういう混乱にね、一回混乱当てると、ちょっと優位に、動きます。はい、分配上でちょろっとダメージ与える。
はい、リージュです。リージュがこれはリージュはこういう発動せず 42% 発動せず、ね、類似活用語いいですっちゃう。はい、次炎症です。炎症は混乱状態。はい、混乱状態です。あれです。でこっからも藤井2ターン目、2ターン目も臆病状態でございます。固有で1077のダメージを与えね、寂しいね、寂しいです。はい、両も混乱状態で、猛角が950、また1000ぐらいダメージ与えてね、まあ、いいんじゃないでしょうか。まあ、3ターン目から勝負の3ターン目でございます。内容は魚準備ターン入らず分配状態。さあ、ここから始まります。婦人劇場3ターン目から神兵大将相手はね、半球の策当ててるので、なんとかね、序盤こういう風にね、両盲に当たってもなんとかしのげる、なんとかしのげる。はい、だから半径なかったらもうね、積んでる、一発吹き飛ばされてるんですよ。白衣とこう3500ダメージ、えぐいよ、えぐたえぐおだ、ひどい、とんでもねえダメージからな。固定ダメージ3500ってえぐいよ。しかも今回固有発揮せずですね、無事1ターン目2ターン目発揮してくれたのに。通常攻撃出ました。1809デーゲー、分配状態951、通常攻撃1293、分配状態945857、もうやばいです。もうこの時点相当えぐい。1800の3000の4000の6000ぐらいダメージ与える。伸びるときは9000ぐらいダメージ与えますけどね、6000ぐらいもこれだけダメージ与えていく。最高。はい、来ました、リジュの固有来ましたね。はい、まだ半径の効果がかかっているのは 90% 減少でございます。全然ダメージ食らっておりません。はい、で類似で同様炎症の効果も解除、炎症も解除で、まだ2ターン目炎症両毛が動けません。悪意とこう1989食らいましたね。国家南蛮強襲の救急効果ですね。救急効果で1264、1429って結構回復してますね。で、大王239で、大王ってさ、大王って造影でかからないんじゃない？かかるんだこれ。239ちょっとしか回復しないけど。あ、そっか、でも8000ダメージ食らってないの？大王は回復するんだ。なんでだろう。はい、で、猛角が1000ぐらいダメージを与えたりいきます。4ターン目です。大王が魚、準備開始してます。で、分配状態、ちょろっとダメージ当てる。で、ビジュは固有発動せず、類似発動。で、炎症。炎症来ましたが、類似で回避。強いね、やっぱ類似ね。回避状態ゼロ。はい、OKOK、失意感発動せずでございます。そして最後ですね。はい、夫人が、通常攻撃1180で両毛が落ちましたということですね。以上も残り1011なんでね、これでまあ勝負ありというところでございます。まあ、新兵大将もものすごい強力なんですけど、ダメージはまあ炎症がね、最初発動しなかったってのもありますし、まあ、魚がね、1ターン目に準備入って1ターン目打ったっていうのもまあでかいんですけど、もちろん速度全振りしてね、早く動くようにしたっていうのでね、なんとか足止めして、それで粉砕したっていう。まあまあ、式の打ち合い、式戦法の打ち合いはそんな良くなかったんですけど、それでもね、ここまで、圧倒することができたっていうのはね、非常にこれは可能性があるんじゃないかなと思っております。で、その後ね、これ、義援隊ね、現代ぶつかったんですけど、余裕でした。で、これ勝ってるね。負け筋はやっぱり戦逸だね。まあ戦逸当てられて、主君が何もできない状態でぶん殴られるのが、
食器場とかきついかな。まあこの工場に入ってて、最近まあ食器場とは言わないね、もう真ん中いろいろカーンが内製とか使ったら他の部隊で使うので、これ工場で魚が入ってるんです。魚がこれも魚に炒め飛んできて、こっちがね動けずというところでぶん殴られたんですけど、まあ、新兵対象とかね、そういうのがちょっと狙い目なのかなというところはあるので、今後いろいろ精査しながら部隊投げて、ね、最強の南蛮部隊作っていきたいと思います。はい、もしアドバイスあったらよろしくお願いします。ということで、お酒は私だったませんでした。ありがとうございました。